はい、それでは家でできるようなトレーニング20種類一気に紹介していきます。まずは背筋ゆりかご、上半身と下半身をうまく揺らしながら背筋をトレーニングしていきます。ハムストリングスや臀部にもしっかり効いてきます。2種目目、サイドプランクの外旋ですね。上の足を前の方にちょっと置いてバランスを取りながらしっかり外旋していきます。はい、外旋があるということは内旋もあります。さっきと同じ、上の足は前に置いてもらってバランス取ってしっかり内旋動作していきます。姿勢が崩れないように注意していきましょう。はい、では膝の曲げ伸ばしを立位状態でやっていきます。この感覚は、スプリント動作の中間疾走の動きに生きてきます。でこれは、膝立ちのスクワット、股関節の伸展動作をしっかりと覚えさせるためにやっていきます。でこれがヒップリフト の、 外外転動作ですね。片足で支えているのですごいお尻に刺激がきます。でこれは壁倒立の連続動作、支えてる方の足のお尻だったりとか蹴り上げる方のハムストリングスだったりとかものすごい刺激が来るので、これ家の中ではできないかもしれないですけど、壁があればできるんでぜひやってみてください。でこれは飛び出し動作の練習ですね。家で壁があればできます。前足でしっかりと押して重心を前に移動させていく。で前に移動したらしっかりと姿勢を作るという、トレーニングになってます。これはバックキックですね。腕立ての姿勢で片足しっかり前に上げてから後ろにバックキックしていくという動作です。これもしっかり体幹効いてきますよ。でこれはランジの姿勢から軽くジャンプして軸足が接地した瞬間に誘脚がしっかりと頂点にあるようにしていきます。これはこの低い姿勢からのテイクシザースジャンプです。はい、これは片足で支持したまま片足のもも上げですね。動かしてる方の足は地面つけないようにしましょう。でこれは回転動作です。必ず、片足しかやってませんけども基本的には全部両足やってくださいね。はい、これは片足のスクワットから前の方にランジしていくんですけれども、ゆっくりゆっくり下がっていくことによってお尻の筋肉がしっかりと伸ばされていく。でそのまま一気に縮んでいくと、このジャンプに必要な動作を一気にやってます。でこれは片足の力を入れるアクセントの練習です。スプリント動作においてこの力のアクセント動作は大事です。はい、次はお相撲さんの張り手です。しっかりと肩甲骨を使うことによって骨盤の動きを促していきます。はい、これは前に開脚ジャンプをして戻った瞬間切り返して片足をパッて前に上げていくという動作になります。戻った時に切り返す動作にしっかりとアクセントを持ってやっていきましょう。はい、次は、両腕と片足で体を支えてしっかりと持ち上げます。でこの時に片足浮いてる方の足をグッと膝曲げて上げていくという動作になります。支えてる方の足、今やったら左足のお尻にものすごい刺激がきます。でこれはマウンテンクライマー の、 内旋動作バージョンですね。しっかりと上半身は左右に開かないように意識して、で骨盤をしっかりと内旋させていくっていう動きになります。はい、最後は、開脚した状態で、前後にしっかりと動いていきます。体幹は収縮されますし、股関節のストレッチにもなります。はい、これにて20種類すべて終了です。ぜひ皆さんも最後までやってみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。あとツイッターとインスタグラムもやっておりますので、そちらの方もフォローお願いしますね。ではまた次の動画で会いましょう。